どうも、阪神情報局です。今日もタイガースの最新情報についてお話をしていきましょうということで、現在この動画を撮影しているのが2月13日の日曜日なんですけれども、今日でキャンプも第3クールが終わります。本当に早いですね。実戦もどんどん増えてきて、どのポジションでもアピール合戦が行われているわけなんですが、攻守で存在感を見せているのが熊谷選手。熊谷選手はオフに菊池選手と実施トレしてきたことがしっかり結果に現れているのかなということで、今回の動画では熊谷選手が掲げた打倒糸原選手宣言、そしてここまでの熊谷選手を見て感じる攻守での変化、藤川さん が語った今後への期待についても深掘りをしていきながらお話していきたいなと思います。では、早速お話をしていきますが、今シーズンプロ5年目を迎える熊谷選手このキャンプでタイガースファンの評価をぐんぐん上げている選手なんですが、熊谷選手はキャンプ前から今シーズンにかける熱い思いというのを語っていました。というのも、熊谷選手は昨シーズン、上田選手と並んでダイソーの切り札、そして守備固めとしても自己最多の73試合に出場。本当に僕の中でも去年で熊谷選手を見る目が変わったというか、こんなに度胸があって、なおかつ成功率が高い選手だったのかと。もちろん足が速いのは分かっていたんですが、1点。 展開の中で右投手左投手問わず、初級からガンガン走って成功したり、守備でも外野を守れるようになったことで、出場機会も増えた。大きく名前を打ったシーズンではあったんですが、あくまで熊谷選手が狙うのはレギュラー控えに甘んじるわけではないということで、オフにはカープの菊池選手に頼み込んで、実主トレに参加。菊池選手からも覚悟してこいよと快諾してもらったということで、どんな進化を見せてくれるのか、僕もワクワクしていました。で、その変化については後ほど詳しくお話をしますが、熊谷選手は今年は内野でレギュラーを狙っていきたいと。本来は入管を本職にする選手なんですが、守備固めでは外野がメイン内野。 守備方も一番手には山本選手がいたりしましたし、熊谷選手が外野を守ることが多かった。しかし、今年はバッティング、そして守備をもう一度鍛え直して、本気でレギュラーを取りに行く、2年ぶりの一軍キャンプもつかみ取って、熊谷選手の2022年が始まりました。で、そんな熊谷選手、昨日12日に1日キャプテンを務めました。1日のスタートにみんなの前に出て士気が上がることを言ってみんなをまとめる仕事なんですが、熊谷選手が語ったのは打倒糸原宣言。それについて熊谷選手のコメントですけれども、糸原選手復帰おめでとうございます。ただ、最後に宣戦布告をしたいと思います。打倒糸原健斗です。ということで。 糸原選手はコロナ陽性反応から無事復帰。ただ、入管の座を狙う選手にとっては最大のライバルが復帰したことになります。熊谷選手にとっても一番高い壁になる選手です。だからこそ、糸原選手を超えていくんだと堂々宣言いやいいですよね。ここまで1日キャプテンを務めてきた選手、みんな面白いことを言ったり、注目を集めたりしてますが、こういうバチバチ要素もあると見ててワクワクします。一方倒しますよと言われた。糸原選手は出遅れたので、1日も早く体を作って取り返せるように頑張ります。毎年競争なので、それに勝ってしっかり1年間戦えるように1から頑張っていきます。ということで。糸原選手。 気持ちは間違いなくあると思うんですよ。オフの段階から若手選手の勢いがすごいと負けないように頑張らないといけないと言ってましたし、本人もキャンプ初期段階から試合に出ようと調整していたはず。ただ、コロナで1週間ほど遅れる形になりましたから、もう一度体を作っていかないといけないで、糸原選手にとってみれば追い風次の実戦は来週の土曜日までないんですよね。一応15日に紅白戦が予定はされていたんですが、ピッチャーのやりくりの関係でシート形式に変更されたとなので、来週末に向けて体を作っていく。そして争いの中に再度入っていく。若手入管。みんなそれぞれアピールしてますから、本命が返ってきてどんなア？ ここも今後のの見つになななるんじゃいいかと思ますねで、もう一度熊谷選手の話に戻りますが、熊谷選手が糸原選手を超える、そしてレギュラーをつかむには打撃力の向上が鍵になります。足はもうピカイチですよ。あんな痺れる場面で確率よく盗塁を決められる選手ですから、盗塁技術だけじゃなく、走塁全体の技術も高い選手なんで足は心配ない。じゃあ、その足を生かすためにいかに打てるか、ここが大きなポイントです。去年の契約公開で球団からは、あとは打つ方でも少し頑張ってくれと言われたそうです。だからこそ打てる、日本を代表する二塁手、菊池選手に弟子入りしたわけですね。で、熊谷選 選手のキャンプでのバッティング練習を見てると、遠くにバンバン飛ばすというわけではないんですが、しっかりミートして綺麗なライナーを確率高く打ってるんですよ。解説をされていた福本豊さんもええー、やん。熊谷ええやんか、綺麗なスイングしてるよという風に評価していました。で、同時にもったいないとあの足があるんやから、打てたらレギュラーやねとも言ってたんですね。菊池選手から打撃に関して、学んだのはインサイドアウトえ、インサイドアウトって何という方に簡単にご説明します。と、バットをしっかりグリップから入れて、ヘッドが外から出ていく。インに入れてアウトに出ていく。これがインサイドアウトです。まさに理想の打ち方というか、体に巻きつくようなスイングのことです。 写真はメジャー時代の青木選手なんですが青木選手なんてまさにその最高の例駒のように回ることを意識してると昔から言ってたのを今でも覚えてます矢野監督が熊谷選手のバッティング練習を後ろから見ていてミスショットやな秋行くかといじってましたが熊谷選手は見られながらだと集中力も高まるとコメント今日13日も熊谷選手のバッティング練習を見た後にこの動画を制作してるんですが非常にいい打球飛ばしてましたよで熊谷選手のバッティングフォーム皆さん見ましたかね練習試合の映像を見てる方だったらお気づきかなと思うんですがフォームが師匠菊池選手にそっくりなんです菊 近くくででバットをを揺ららしながらゆったりりりめにに構えてて一気にドンと力強く振りままますすよねそそれをそのまま取り入れの取入る印象です菊池選手はどうしても守備に注目が集まる選手なんですが、現在31歳で積み重ねたヒットは1356本。大きな怪我なくプレイできれば十分2000本安打も狙えるペースで打ってる選手。2016年には181安打で最多安打のタイトルも取ってますしね。ですので熊谷選手がお手本にするのは最高の教材。で、菊池選手のホームで実践に挑んでいたんですが、それに気づいた実況の方がちょっと笑いながら、熊谷選手、菊池選手のホームにそっくりですね、というふうにコメント。決してこの 実況の方もバカにしたとかでではないですよただちょっと軽い気持ちというか真似てるんですねという感じのニュアンスだったとでその試合の解説が藤川さんだったんですがその実況の方に対して藤川さんはいや笑い事じゃないですよと彼は今何かを変えようとしてるんですそしてこれがハマれば大きく進化することもある今彼は本当に大事な時期なんですとコメントそれに対して実況の方が申し訳ございませんと謝っていましたが藤川さんもいえいえと別に藤川さんも怒ってたわけではないんですが軽い気持ちで取り入れてるわけじゃないんですよと言いたかったのかなと思いますその言葉を聞いて僕も刺さるものがありましたね野手にとってフォームを変えると というのは大きな覚悟が必要今まで何百球何千球いや何万球と打ってきた形を崩すわけですからこのバッティングフォームの変更というのは熊谷選手が本気で変わりたいと考えているからこそで昨日12日の試合で追い込まれてからのインコースを引っ張り込んでフェンス直撃の二塁打いい打球でしたよベンチも大盛り上がりの一打で首脳陣の評価もぐっと上がったんじゃないでしょうかで熊谷選手にはもう一つ大きな武器がありますそれが足を生かした広い守備範囲です去年は内野を守る機会は少なかったんですが外野挑戦も足があるからこそできるチャレンジただ今年は内野で勝負そんな中先日11日に行われた たファイターズとの練習試合で熊谷選手はタイガースファンの度肝を抜く。スーパープレイを連発。まず6回ワンナウト2塁抜けたら1点というピンチで熊谷選手はセンター返しのヒット性のあたりをダイビングキャッチ、そしてすぐさま送球してアウトをもぎ取ったといや。あれはすごかった。まさに師匠菊池選手割の守備範囲でしたよ。その前にサードを守っていたライバル遠藤選手が守備で見せていただけに余計盛り上がるシーンでした。そして、それだけでは終わりません。前のダッシュが求められる。難しい。打球アウトにしたり、極めつけは7回1。アウト1。塁3塁難しい。打球が12塁間に飛びました。体制的にもホームは絶対に無理。 1>, 1塁をアウトにするしかないかなという打球だったんですが体を思いっきりひねって2塁に送球そして先の塁でアウトを取ったとこれも本当にすごいプレーでしたえ別にゲッツー取れてないんだし1塁でアウトでもよかったんじゃない無理して投げる必要あるのという感想を持たれた方もいらっしゃるかもしれませんがピッチャー心理とすれば全然違います次のプレーが2アウト2塁なのか2アウト1塁なのか1塁ならヒットを打たれてもまだ1点入りませんからこれ練習試合でしたがシーズンなら1年間戦っていく中でその後にも影響していくような超重要なアウトですからね いや、まさにコメントにもある通り、熊谷選手にとって大きな自信に繋がるような一日だったのかなと思います。で、熊谷選手は守備面で菊池選手から何を学んできたのか、打撃ではインサイドアウトを学んで実際に結果も出た、そして守備でも菊池選手を彷彿させるプレーを連発した、熊谷選手は菊池選手から学んだことについて、バッターの調子やピッチャーの調子を見ながら、ポジショニングを変えれば変わってくる、そういうところを実戦で,で できるなと思いました。ボールの入り方、バウンドの入り方を聞けた。そういうのは試合で一発で決めないといけないんで、練習で意識しながらやったことが今日出たのかな？ということで、まさに学んだことが最高の形で結果に現れたと熊谷選手とキャンプ中。毎日早出特集を受けてるんですよ。矢野監督が見守る中で毎日アピールしてますし、今後入管争いのダークホース的な存在になるんじゃないかなと思ってます。というのも皆さん思い返してみてください。中野選手も含め、伊藤原選手、木並選手、小畑選手、遠藤選手、高寺選手。これみんな全員左バッターなんです。しかし、熊谷選手は右バッターこれめちゃくちゃ大きいですよ。 二遊間を守れる選手の多くは左バッター。北条選手はリハビリ中、山本選手や両内の上田選手は2軍キャンプ。一人大きく目立てる大チャンスです。例えば左ピッチャーの時にスタメンで出て、そこで結果を出せれば右ピッチャーの時も出る。で、そこでも結果を出していってレギュラーを勝ち取る。そういう成り上がり方をする選手はポジション限らず多いです。熊谷選手のここまでのアピールを見ていたら、十分今後そういった可能性もあるのかなと感じてます。熊谷選手は1日キャプテンを務めた際、打倒糸原選手宣言だけじゃなく、桜島のような男になりたいとコメント。そのシーンについて熊谷選手は、鹿児島県出身の井上ヘッドが残した言葉です。 今、タイガースではヘッドが言葉を発しなくても目立ってる存在です。そのヘッドに負けじと僕らが桜島のように目立てるように、プロ野球界で目立てるように今年頑張っていきましょうということで、お得意のヘッドいじりが炸裂したわけなんですが、こんな感じでユーモア溢れる選手、なおかつ熊谷選手といえばタイガースの中でもトップクラスの男前、今でもファンは多いんですが、試合に出る機会が増えればもっとファンがつくと思うんですよ。特にこのキャンプでタイガースファンの中でも評価は上がってるのは間違いありません。先ほどお話したように、二遊間を狙う選手の中で右バッターがほとんどいないという現状も熊谷選手にとっては追い風。糸原選手も実腮に出てきて、 今後はまたた人当たりのアピールチャンスは減ってい、くと思いまますすがそのののの少なないいいいいいいチャンスをかかにものにもでききるのか今後の熊谷選手のアピールも注目してみていきたとと思いますはい、ということで、今回の動画では、熊谷選手のここまでのアピール内容、そして菊池選手から学んできた内容についてお話をさせていただきました。いや、やっぱりこういうキャンプ期間だからこそ、いろんな選手を取り上げて、皆さんに魅力をご紹介できるのはいいですね。どうしても試合の振り返りになると、プラス面だけじゃなく、マイナス面から読み取れる課題もお話したりしますが、基本キャンプ中はその選手の可能性を見いだしていける時期なんで、僕自身も勉強になってます。その中で熊谷選手は 非常に面白い存在。皆さんはここまでの熊谷選手のアピールを見てどのように感じますでしょうかよかったら皆さんのご意見というのもお聞かせいただけると嬉しいです。ということで以上、今回の動画が皆さんの参考になれば非常に嬉しいです。この動画が面白かった、ためになったと思っていただけた方は、よかったらチャンネル登録、グッドボタンを押していただけると嬉しいです。皆さんのおかげで、この阪神情報局、チャンネル登録者2 5 8 0 0人突破、いつもありがとうございます。皆さんのご視聴、コメント、高評価、チャンネル登録が励みになってます。次は目指せ、チャンネル登録者2 6 0 0 0人ということで、今後とも阪神情報局、何卒よろしくお願いいたします。でまた 次の動画でお会いいたしましょう。毎日トラホーありがとうございました。今シーズン5年目を迎える熊谷選手、ここまで素晴らしいアピールを見せてくれてます。残りの実戦でも講師ともにどんなアピールしてくれるのか、引き続き注目してみていきましょう。でまた